マジくっせ。給食費も払えないんだったら相談したいって。あと児童相談所に連絡するとか何とか言ってたよ。少しお金貸してもらえませんか。お前の親父の仕事行ってみろ。ちゃんってどんな仕事してるか聞いてる？いつものいいよね。私あんたくらいの頃いじめられてたんだよね。臭いとかうざいとか言われてさ。おいゴキブリ、いるの分かってんだ。俺たちはな、捨てられたんだよ。このまま二人でどっか行っちゃおうか。まったく、なんて家なんだよ。誰にも言わないから。皆さんお久しぶりですと言わなきゃいけない、この番組にも何度か出させていただいている寺脇健です。いや誰と会ってもねお久しぶりですって言わなきゃいけないような、なんというかみんなが閉じこもらなければいけない時間というのが ありました。その間演劇やコンサートはもちろんのこととして、生でやってない映画もやっちゃいけないみたいなことになってしまって、映画館も2ヶ月近く閉じられた状態でした。ようやく映画が動き始めたんですけれどもね、まだみんななんとなく映画館に行くのが怖いよみたいな話があるみたいで、なかなかなんですけれども、まあこういう時代だからこそ本当は映画を見ようよって言いたいところなんで、ちょっとそういう場を今日から何度かここでお話をさせて、いただきたいと思います。まあ、これを企画したのはこちらにいる吉田利美さんで、こんにちは。いつもは吉田さんの企画で私出るんですけど、今日はなんとなく私がみたいなんですけど、吉田さんともそれこそ久しぶりってなったのはユーロスペース、渋谷のユーロスペースという、ね、6月1日ですよね、ミニシアター、はいはい、6月1日、はい、今日から映画館開きますよっていう時にね、あそこでお会いできるとは、はい、やっぱりあれですか、もう映画が館が始まるって言ったら、待ってましたよね、はい、待ってました。やっぱり私はすごく劇場も好きなんですよね、その映画を見るっていう、うん、だからもちろん映画作品があるんだけども、あの空間で見るっていうことはすごく好きで、はい、特にミニシアターですよね。そうですね、特に見やすい。シネコンも悪いわけじゃないけど、うんうんうん、やっぱりシネコンっていうのはちょっとなんかこうどう言ったらいいのかな、仲間が集まる場所というよりは、うんうん、大勢の人がこう行き来する場所みたいなことなんでね、うんうん、ミニシアターのロビーにいる人はみんな同志なんだっていうようなちょっと雰囲気ありますよね、うん、そういうね、はい。まあ、実はそのミニシアター自体この2ヶ月の休みの間に存続が大丈夫だろうかと、あの老舗ユーロスペースでもですよ、うん、まあ、全く収入がない状態、うん、で、まあ、政府がその協力金とか、うん、なんとか持続化給付金なんて言ってますけど、それではちょっとつかない状態だというんでね、さすがに日本の映画人もなかなか運動を起こさない日本の映画人も立ち上がって、ミニシアターエイドとクラウドファンディングですね。クラウドファンディングがもう3億円以上集まるというね、はい、うん、びっくり。そんなら日頃からミニシアターでお金使ってよって言いたくなるわけですけどもまあそれをやり、だから政府にもかなり今積極的に働きかけて、
というのはそのシネコンは閉じててもまたすぐ開くってみんな思ってるけど、ミニシアターは行ってみたらもうなくなってたっていうことになりかねないっていうのがあるんでですね、それとここでいろいろご紹介していきたいような映画っていうのはミニシアターでしか見られない。そうなんですよね、なかなかね、特にこの子どもたちをよろしくですね、はい、これ前にもちょっとご紹介いただきましたけど、この映画は2月29日からそのユーロスペースでやってたんですけどね、そのままずっと他の新しい映画がなかなか公開できないような状態になってしまったんで、今度6月14日まで、まあ途中2ヶ月近くの休みがあったとはいえですよ、3月4月5月と3ヶ月半ぐらいの大ロングランで、やってもらえることになったと、多分実質7週間ぐらいの上映になってるわけですね。まあミニシアターあればこそこういう小さくて、テーマを追いかけているがために硬くて、暗い映画というのも世の日の目を見られるということなんですけどね。まあ、今日はね吉田さんと私で話してるとちょっと考えが少し古くなるかもしれないから若いメンバーを入れようということで、はい、ご紹介します。自己紹介してください。はじめまして、木村和樹と言います。この子供たちをよろしくでは制作助手兼俳優として出演しました。まあまだ駆け出しの俳優をやってて、かつ、まあ、映画制作の現場も勉強したいっていうんでやってくれてる、まあ、実は今4月から京都芸術大学という名前になったんですけども、彼が通ってた頃は京都造形芸術大学、そこの映画学科の、3期生。はい、3期生です。2期生には黒木春さんとか、いますけどね、その下の3期生で、大学で勉強したのは俳優の勉強したんでね。はい、俳優コースで勉強しました。にもかかわらずなんか私の映画の授業に来てたりしてた関係もあって、その後東京に出てきて俳優修行をしてるんで、じゃあこの映画に出ないかということでやってきて、まあ、私の、まあ、教え子の一人ではあるんでしょうけれども、それよりもやっぱり今日本映画界って実はこういう映画を作っていくためには若い人たちがやっぱりその大変ね、その大した収入もないにもかかわらず映画という夢を追いかけてやってる、それがあるから支えられてる部分もある。そういうね、こう皆さん方は映画館に行って映画を見るっていうことだけなんですけど、今回ミニシアターのことが心配だよってなったのは、日頃はなんとなく当然あると思ってたミニシアターがなくなっちゃったらどうしようみたいなことがある。同じようにそう考えてくると、若い人たちが苦労してやってるっていうようなことも頭に置いて、そこに出来上がった映画の中にはねスターが出てたりするわけでしょうけれども、考えてもらいたいなというのがね、これをきっかけに、あ、そうか、自分たちが今まで当たり前のように享受してきた映画というものの背景にはこういう人たちがいたんだって考えてほしいですよね。吉田さん、スターだけじゃ映画できませんからね、いろんな方たちがいらしてその世界を作っているわけだから、本当にこれから木村さんの活躍がとっても楽しみなんですけども、映画の中ではどこに出てらっしゃるんですか。ユキナの同級生役として同窓会があるんですけども、はい、そのシーンで一瞬だけ乾杯というシーンで出ております。はい、もっといろいろセリフは言ってるんですけどね、はい、カットされたりして。そういうもんですか。いや、もうそれは映画ってもう切る作業ですから、うん、どうしてもね、撮るときは長めに撮ってしまうし、うん、そして監督っていう人たちはね、うん、撮ると使いたくてしょうがないわけです。それはやっぱりね、愛着あるし、この人に出てもらってセリフ言ったんだし、でもそれを全部つなげちゃうと、うん、もう長すぎて観客にとっては辛くなる、なので落としていくわけですけどね。本当はまあ、ユキナっていうのは新人女優の鎌滝絵里さん、まあ、彼女も注目されて
あの新人女優としては破格なことだけど、うん、朝日新聞の一欄に、うん、取り上げていただいて、あの、まあ、それは彼女自身の、まあ、新人俳優というだけじゃなしに、うん、生き方、うん、あ、自分自身が不登校とか、うん、あるいはそのお母さんがシングルマザーで育ててくださったような、うん、自分の歴史をこの映画の中に重ね合わせてやりましたっていうところが注目していただいたんでしょうけどね。彼女がヒロインで、まあ、あの多分高校の同級生ぐらいの設定なんでしょうけど、うん、まあ、家が、ま、経済的にまずいので大学に行くっていうのはできなくて、しかも家を支えるために、うん、デリヘルというね、まあ、あのこれは合法的な仕事ではあるんですけど、まあ、ちょっと世間から見れば今小池都知事が目の敵にしている、なんかそういう人たちは人間として認めないみたいな言い方さえ時々されてる小池さんの目から見ればね、そういう夜のっていうか、まあそういう接客のお仕事とかなんとか言ってますけどね、まあそういう仕事をしてる。で、まあ、あの木村の役もちゃんと本人は役作りしてるんですよ。これあの高校時代から雪菜にちょっとこう惚れてて憧れてて、で同窓会があるから雪菜が来るっていうんで張り切っちゃって空回りしてるやつ、はい、空回りする役をやりました。という何自分でそういうのは考えてた、考えてやってました、うん、でもあのシーンって、ちょっとなんかホッとする場面ですよね。つまりあの、割とその家庭内のシーンがずっと重なっていくから、うん、あそこは雪菜があの普通の、あれ20歳ぐらいの設定ですか、20、そうですね、21ぐらい、だから高校出て 2年ぐらい、1、2、3年っていう、うん、そこでああやって子供あのみんなが集まって何してんの、うん、ね、あのこういう仕事してるっていう、もちろんあの、彼女はあの本当のことは言わないわけですよね。でみんなで乾杯って言ってすごく普通 の楽しい、生活の一面を持ってるっていうのがね、伝わってきて、ちょっとなんか私はホッとするような感じがありました。あれだから吉田さんまさにいいこと言ってくださったけどね、この、 あの子どもたちをよろしくっていうのはさっき申し上げたように2月からやってますから、うん、その時はまだ、まあ、コロナちょうどその始まる時に学校を全面休校するという、うん、もう安倍総理のむちゃくちゃな、うん、もう法も何も無視したような、もう子供だから文句言わないだろうというひどいやり方でそうなり、ということになったわけですけど、子供にとって学校休むぐらいどうってことないだろうと総理は思ってるかもしれないけれども、雪菜もそうですけれども、家庭の中に重いものを抱えている子にとってはね、学校に行くっていうことが、確かにその学校に行くのが辛いって子もいますよ、不登校になっちゃうとかいじめとかそういうのだけど、学校に行くとこれはもう楽になるというね、楽になるというかね、友達がいて、あのだってちょうど実はそのこの映画の撮影を始める直前に起こった事件、そしてあのこの映画が上映始まるときに判決が出ましたね、あの千葉県で実のお父さんに殺されてしまった小学4年生の女の子、お父さんからはもうお父さん帰ってくるともう本当にひどいことになる、そしてお母さんもそれに怯えて、彼女があのお父さん帰ってくるまでの間もお母さんはやっぱりいろいろ彼女にきついことを言わなきゃいけない、そうするとあの彼女があの将来の夢とか書いてるのはあれ学校で書いてるんですよね。学校にいる時はもうそのお父さんのこともお母さんのこともなしに、友達がいて先生がいて一人の小学4年生の女の子としてね、みんなの中で生きていけるっていうのがあったわけなんでね、あのそれはいろんな子がいて学校が苦手だっていう子ももちろんいるっていうのはみんな知ってるんだけど、学校が救いだっていう子がねいるっていうのも今おっしゃったように、だから雪菜にとっても高校に行ってた時までの私は幸せだったよねっていうのがあるんですよね。でその幸せ感っていうのはやっぱりああやって集まるとまた戻ってくるんですよね。それは彼女にとっての救いになってるっていうね、そうそう、この木村が鬱陶しいだけその鬱陶しいあの木村さんの役の男の子がいるからまたね彼女もちょっとあの気持ちがね、こう和むこともきっとあったと思うんですよね。やっぱり自分のことをねあの、ちょっと思ってくれてるかなっていうのは決して不快なことでは、不快な場合もあるかもしれないけども不快なことではないから、
いやだからお仕事、ね、お仕事で付き合ってるような人とは違う、うんうん、そうですね、の人でもね、うん、お仕事で付き合ってる人が、うん、おいちょっとこっち来いよっていうのとは違うと、うん、違いますよね、いうのがあって、そうやって切られた場面の中で、あの二次会行こうよって言ってね断られるっていう、うん、それは別に彼が嫌っていうよりはもうちょっと疲れちゃったってね、うん、ずっと仕事していた、うん、だからそういうなんていうのかね、現場で、うん、これは群馬県の桐生市っていうところで合宿して、作った映画、それこそ合宿だったんです、合宿っていうかね、みんな合宿民家で、はい、に借りて、泊めていただいた、うん、むしろ監督とかそういう人たちの方がそういうところで、まあ、うん、役者たちなんかやスタッフは旅館に一応泊まってもらうんだけど、うん、まあその旅館もまああれですよ、うん、その安い旅館に、うん、それは全部私がお金を持ってないからとこれ全部そういうのはプロデューサーが悪いんだ的な話になるんですけどね、それはしょうがない、うん、ですがそこら辺の問題っていうのはね、まあ私は自覚はしてるけど、うん、要するにそれが搾取になるっていう自覚は、うんうん、なきゃいけないんで、うん、やりがい搾取みたいな話にも下手すればなりきれない、うん、だからやっぱりやってよかったって思ってもらえないと、うん、それはもう本当に搾取になってしまうんでね、うん、どうですか、本当にやって搾取になってないなってないですね、もうやれてよかったです、うん、誇らしいです、うん、誇らしい、どういうところが木村さんとしてはこの映画一番こう誇らしいっていうふうに思うところですか。やっぱり多くの人に見ていただいて感想とかをいただいたときに、やっぱり子どもたちについて考えることができたっていう話を聞いて、すごい作れてよかったなっていう感じました、うん、だから新聞なんかでああこんなひどい家庭があるんだとかね、私たち読むんだけども、実際にそういう家庭を見ることっていうのは、まあ、それは幸いなことなんでしょう、多くの人にとってたくさんではないですよね、だから実態がよくわからないっていうね、うん、それをああいうふうに映像という形で、こう私たちこう見ると、あこうなってるのか、でもこういう過程ってひょっとしたら表面的にはそう見えないけれども、あったかもしれない、あるかもしれない、あるいは私たちだって何か一歩間違ったらそういう状況に陥るかもしれないっていう、そういう想像力を映画ってやっぱりかき立ててくれますよね。だってユキナのお家だって、お父さんがあれ株価なんかで失敗したっていう形になってますよね、うん、はい、うん、だからそれまではちゃんと立派なね、幸せな家、いいお家ですよね、はい、一軒家で、だから外からは見えないわけですよ、見えないですよね、外から見るとあんな立派な家に住んでるんだし、うんうん、元は家族仲良く裕福に暮らしてるところだから、うんうん、ね、この頃だって何だって別に一般的にも何か事件が起こると、うん、ああいうご家庭だとは思わなかったみたいな話が出てくるじゃないですか、うん、家族同士の殺人事件とかあったとしても、うん、いやそんなあるとは思わなかった、はい、それだけのものをみんながその私たちの社会がね、うん、まあ良くも悪しくもその昔の村社会っていうのはまたそれですごいもう干渉されて鬱陶しくて、村八分されるとかいろんなのがあったりして鬱陶しいんだけど、逆にそれが嫌さに核家族化していって、それで自分のプライバシーを見せないようなことになっていった結果の行き過ぎっていうことも今ありますよね、そういうのがね、でなんかあそこのうちちょっとおかしいかもしれない、なんかちょっと変わってるなと思っても、もうそれ以上知ろうとしないし踏み込んじゃいけないっていうふうに、かなりみんなやっぱりそれこそプライバシーね、侵害しちゃいけないんだっていうので、それも逆に地域の中で救いにならない、救いの道を開いていかないこう方向性になっちゃってるかなってすごく思いますよね、うんうん、まあ映画の中で子ども同士が中学生が石を投げて窓ガラスをぐじゃぐじゃに壊すところがあるんですけど、ね、あれ辛いですね、シーンね、うん、まあその話は彼もいろいろ裏方で苦労したと思うからですけど、はい、そのただそのシーンを見た人が、出来上がったのを見た人が、おなんでこんなことしてんのに、うん、警察に通報もしないのか、うん、誰が出てきてやめろとも言わないのかって言うけどね、うん、それはね、その方はそうするかもしれないけれども、うん、今の世の中っていうのは、うん、そういうことには関わりたく、うん、関わり合いたくないっていう
考え方があってみたり、うん、そうすることによって自分が危害を受けるかもしれない、うん、みたいなこともある。あるいはもう人のことなんだから、うん、うちがそういう目に遭ってたら大変だけど、うん、人だからいいやみたいなのがあってみたり、うん、あるいはねこれなかなかお分かりいただけないでしょうけれども、うん、警察に通報するということが嫌だっていうかね、そういうところに関わり合いたくない、うん、別に自分が犯罪者だからとかそういうことじゃないですよ、うん、そういう役所とか警察に関わりたくないってがためにね、これはあの生活保護が受けられるのに受けない人の中には、うん、そういうことで生活保護を固くなに受けずに役所に行ってもそういうことをやるのがもう嫌なんだって言ってなんか死に至るようなことも出てきてるんでね、そういうなんかみんな自分の尺度で見ればですよ、こういうことはしちゃいけないって思うかもしれない、でもみんな誰もが自分と同じ尺度で生きてるって思ってること自体に問題があるんじゃないの。そうですね、本当にそう思います。本当にそう思いますってあれですけど、いやだから結局しかもあのアパートって、多分かなりあの、ま、あの困ってる方たちがね、あの裕福な方たちじゃないですよね。だからあそこ の, あの窓を割るあのところにこう裏側に回るもその裏もすごく荒れていて、だから例えばそのガラスが割れる音を聞いたとしてもなんだろうぐらいで、多分あの中にはもう廃屋、あのつまり誰も住んでないね、そうです、うちもありそうなアパートですよね、かなり、はい、あのこう古びてそして、荒れた。そうするとまずそのそういう誰か人が住んでいて、そこで生活をしているっていうことも気がつかれないで住んでしまうようなアパートであるっていう、そうなんですよ、ことですよね。こんなところに人が住んでるの、うん、みたいなところに住まざるを得ない人たちも、うん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 、いる、実際いるっていうね。だからそういうなんか私たちいつの間にかそういう想像力というのを失ってしまって、うん、みんな同じなんだ、テレビに映ってるのが現実で、うん、それをみんなやってるんだって思ってないかと、うん、まあ、そういう意味では実はその今度のコロナで悪いことが、もちろんこれ悪いことなんだけど、いいことっていうのはあのやっとマスコミが、うん、あのお昼ご飯が給食しか、うん、給食を食べる時しかまともなものが食べれない子がものすごい数いるんですよっていうことが表に出てきましたね。それから今度はそのもう一つは給食っていうのは栄養がすごく行き届いてるだけじゃなしに今無償なんですよね、あの貧困家庭はね、貧困家庭が無償なのに、これもまたシングルマザーの方々なんかが語って、その給食がなくなったって昼ご飯を食べさせなきゃいけないから、うん、そうすると食費が、うん、5割増しになるわけですよね、まあ、単純に言うと2食だったら3食出さなきゃいけない、その5割増しが辛くって、うん、自分はご飯を抜いてるお母さんの話とかいうのが報道されるようなことになってきてるんでね、うん、ただそれをまた一過性で忘れてしまわないようにしてもらわないとね、うん、まあその中でだからそういう場面だから、まあ、まあ一応あのスタッフはご飯は食べてたけども、まあこういう貧しい映画ですからね、あのなんていうの弁当屋さん、あのまあなんていうのあれ、ホットモットとか、ホットモットとか企業名っていいのかとかあるんだけど、まあそういうところのね、しかも一番安い弁当をね、でまあこういう手配をする子たちはみんなにもっと美味しいもの食べさせてあげたいなって思って一生懸命やるんですけどね、予算がないもんだからってなっちゃう。キムさんはそういう手配もなさったんですか。もう一人の上村さんという、はい、その方も女優の方なんですけれども、はい、一緒に制作の手伝いをしていて、その方にやってました、その方がやってました。まあまあそういうことの中でね、あのなんかあれじゃないの、裏方として活躍した場面っていうのは、そのさっきから話題に出てるガラスが割れるところだったんじゃないの。そうですね、ガラスが割れたところなんですけど、あのガラスが割っ石が入ってくるときにちょうど部屋の中に僕がいて、それで石を回収する係だったんですけど、もう結構な速さで石が飛んできて5メートルくらい離れてたんですけども、身の危険を感じて、もし本当にこれが実際に行われているとしたら怖くて仕方ないですけど、まあそういうね、みんな勇ましい場面ばっかり映画の中で見てるけど、はい、まあ、これ実は映画の現場っていうのはそこで事故で命を落とした人もいっぱい、いっぱいっていうか、まあこれまでのね、かなり
いるわけでね、うんうん、本当にやっぱり作る時にはそれだけ命がけの部分も、うんうん、ある、まあ、そういういろんな人の苦労の積み重ねでそこへ出てくると、うん、いうようなことだとは思うんですね、うん、だからやっぱりその映画が何のためにあって何をやろうとしているのかっていうのが分からないと、うん、何だか分からないでそこにいて石が飛んでくるっていうんじゃ困るからね、うん、そういうのってそういうあのこういう映画はこうあのこの映画はこうなんですっていうそういうテーマとかあるいは、あの総合プロデューサーの寺脇さんとか監督からレクチャーみたいなのあるんですか、そのスタッフに対して。あ、レクチャーはちゃんとありました。最初に、はい、ベテランのスタッフの方がここにいたら危ないかなとか、はい、うん、あ、ここじゃなくてその、それはあの撮る撮影の中でですよね、はい、ではなくてその前にね、その趣旨というか、あ、もちろん会議をして、会議をして、それも全員で集まって、趣旨とかをちゃんと話をして、はいはい、情報共有して作品に出ました、うんうん、そうするとこの場面がどんなこの映画の中でどういう意味を持つのかって皆さん分かってらっしゃるから、まあ、頑張れるわけですよね、はい、うん、まあ、これはね本当に最初にみんな集まってもらった時に、はい、とにかくまず人が一人死ぬ話なんだから、うん、あのそれはなんか人を何十人何百人も殺すような映画っていうのがあって、うん、そんなのわーっと言ってなんか乱暴が出てきてガーッと撃つとそこで人が死んじゃうみたいなのがあるけど、そういうたった一人が死ぬ、うん、それはしかも子供っていうことでやっていかなきゃいけないんだっていう話、うんうん、まあ、あの彼らは裏方で大変だったかもしれないけど、うん、表で活躍してる子役の子供たちは現役の中学生高校生ですからね、うん、彼らは彼らでそんなにの危ない目には遭わないかもしれないけれども、心理的に、うん、人をいじめる役なんていうのは ね、やりたくもない、うん、いじめられる役もやりたくない、うん、自殺する役もやりたくないし、うん、石を投げたりする役もやりたくない中で、うん、それをやってもらうわけだから、うんうん、そのことをやっぱり考えなきゃいけないですね、うん、あの子役たちとはその後もずっといろいろ連絡を取ってあの映画館にも来てくれたりもしましたけど、うん、まあ、みんな高校入ってどうなのとかってやり取りをしてますけどね、うん、私は個人的にこの陽一の役の、うん、椿三吾さん、はい、あのほとんどその、ちゃんとこうセリフとして話すところは少ないですよね。そうですね。だけれどもすごく表情をあのこう出せない、あの辛さみたいなもの、だから多分中学生、たち、まあ、小学生もそうですけど、やっぱりこうまだこう表現できないから自分が置かれた状況がどういうものなのかっていうことをこう相対的にねこう捉えることが難しいと思うんですよね。私なんかやっぱり中学生の時のことを思い出してもね、自分の状況が例えば自分の家とか自分の家庭、うん、あの親とかっていうのが社会の中でどういう位置づけにあるのかっていうことってそのこと考えない、全く考えなかったですよね、考えないよね、はい、そうするとそこで、なんか子供なりになんか、まあ、理不尽ということはないんだけれども嫌だなと思ったり、なんでうちは他のうちと違うんだろうと思ったりとかね、そういうことがあったとしてもそれはやっぱり言語化できないからこう溜め込むしかない。でそれをあの表情でものすごくね、あのもちろん撮り方もきっと上手なんでしょうけども、あのとっても伝えてらしたなっていう気がして、とってもあの印象に残ってます。うん、まあ、だから本当にこれはあの、まあ、あの有森成美さんをはじめとして有名な俳優さんにも出ていただいてはいるんだけれども、はい、やっぱり子役たちは大体みんなそんなに名前が売れたスターでもなんでもないけど、うん、よくやってくれたと思いますよね、うん、まあ、子供の話なんだから、やっぱり子供がしっかりしてくれないと、うん、大人にそれが伝わらない、うん、それ今吉田さんおっしゃったように一般の子供が伝えられないことを、うん、そうですよね、映画の中で伝える、伝えるわけですからね、うん、そう、あの、うん、あと、ゆきなさんお姉さん役の、ね、はい、彼女もなんかだから、まあ、この公式パンフレットがものすごく立派で、とっても読み応えがあるのでぜひ、お求めいただきたいなと思うんですけども、この中でもその、釜
鎌滝さんが、この脚本を読んでとにかくやりたいと思ったっておっしゃっていて、うん、そして、本当にあの雪菜役を、すごくあの、まあ、等身大って言い方変ですけどもね、あの、まあ、もちろん演技なんだけれどもとっても彼女の持ってるものとこうあのちゃんとそれがあの役がこう呼応しながらね、演じてらっしゃるなっていう感じがしてとてもあの印象に残りました。であの彼女がとてもあの、ま、彼女だけは逆に言えばものすごく前向きで、うん、問題を彼女に解決していこうとする力を与えられてるキャラクターだなと思いましたね、うん、まあそうですね。というのがだからやっぱり彼女は14歳じゃないから、うん、もう自分の自分で自立していける年齢に来てる、言葉も持ってるし、うん、だから弟たちはやっぱりまだそれができないんだよねっていうのも彼女には分かってるっていうね、そういう立場として作られているわけなんですけどね。あのそう比較的なんか観客は今のところ年齢層の高い方が多いって伺いましたけども、もうこれはもともと50歳以上ぐらいの方々が来てくれる映画だなと、うん、つまり、うん、あの今の若い人たちにとっては生々しすぎて、うん、もうあんまり見たくないっていう部分もあるかもしれないし、うん、それから30代40代の方々もなかなかもう、うん、自分の人生に追われる中で、うんみたいなところがあると思う。いやつまり何が言いたいかというと子どもたちはよろしくって言うんだけど、うん、それ当事者の子どもたちっていうのはよろしくどころじゃないよ、自分がこうなってるよ、うん、それから子育て真っ最中の人たちはいや自分の子どものことで手いっぱいだよ、うん、でも日本にはもっと大人の数いるはずですよね、うん、その人たちは自分が子どもであるわけでもなければ、うん、親でももう親という立場でもない人たち、うん、その人たちは今どうかすりゃ日本の人口の4割ぐらい、うんうん、どれぐらいかな50歳以上っていうかなんか、ねうん、でそれだけの大人がいて、うん、でところがその大人たち私も含めて、うん、その自分たちの子供の頃はそんなことはなかったよねみたいなことを思ったり、あるいは本当に生々しい時のことは忘れていたりするもんだからね、うんうん、やっぱりその子どもたちに目を向けてほしい、うん、実はその世代の人ってのはこの映画の中には全然出てこないわけですけどね、うんうんうん、どうなのっていうのが言いたかったんですよね、うんうん、だからまあそういう意味ではそういう方々が来てくださって、うん、いろいろ考えてくださって発言してくださるっていうのは嬉しいことですよね、うんうん、木村さんはちょうど30ぐらい29歳ちょうどです、 ですね。あ、そうか。そうするとあなたはこれをあのご覧になって、うん、同世代進めたいって強く進めました。やっぱり、はい、そうですよね、見てほしくて、うん、だから私は現実的にもっと本当は30代40代あるいは20歳代に見てもらいたいなってすごく思うんですよね、はい、うん、でまあ、確かにねその、子供たちはちょっと生々しいんじゃないかっていう話もないわけで、実はねこれあのエイリンの一応年少者、推薦映画に、なりました。吉田さんに選んでいただきました。でいや私だけじゃないんですけども、やっぱその時にエイリンの中でもねちょっと子供には生々しいんじゃないのっていう話は出たんですが、でもやっぱむしろ、子供たちは言葉を持っていない、中学生、だけれどもこういうことがひょっとしたらその子たちのいる現場で起こってるかもしれないっていうね、それを考えてもらって SOS を出したり、あるいはまあ、なんかこういじめる側とね、いじめられる側といじめる側って私はもう本当に紙一重だと思うんですよね、うんうん、さこの中でもミノルが紙一重になっていくって、うん、そういうことって、多分多々あるだろうから、そういう時にやっぱりちょっと子どもたちだって、生々しいって言っても考える力は言葉はなくてもあるはずなので、うん、やっぱり私はあえて見てほしいっていうね、ことを、まあ、エイリンの中で言ったんですけども、でもちろんエイリンは別に年齢線これジェネラルになってますよ ね、 そうですね、一般の方が子どもも見れるようになってますので、
だからまあエリンの推薦としてはちょっと、まあ中学生以上ぐらいのに進めるっていう形にしましょうかっていうので、まあ、ちょっと結論としては、そんな感じになったんですけども、まあ、若い人に見てもらいたいなっていう気がすごくしてますね、うん、私は。まあだからそこはね、実はまあ世の中がね階層分化してるって言われる、うんうん、子どもの中もそうなってるわけですね、うんうん、でこれ京都で上映した時に珍しく若い男の子が見に来てた、はい、でその見に来てた子が、うん、終わったら私のところに来ていろいろ話したいっていうのを話してた。でその子たち君らあれなのって言ったら、うん、その京都大学の学生だっていうのが2人で、うんうんうん、見に来て、うん、一緒に見に行こうって言って 見に来てたわけですよ。でいやこういうってこれからやっぱり自分子供のこと考えていかなきゃいけないっていうのはあるんだけど、うん、その彼らが今まで20年ぐらい余り20年ほど生きてきた中で、うん、こんな世界があるって全く知らなかった、うん、びっくりだった、うん、自分が通ってた小学校、うん、中学校、塾、うん、なんとかっていうところには、うん、こういうことは一切なかった、うんうんっていうような人たちが、うん、まあいる、うんうん、一方で、まあ、こういう子たちもいる、うん、でその間が、まあ、分断本人たちが避けたわけではないんだけれども、うん、結果的に、うん、特に都市部などでは中学受験とか、うん、なんとかやっていく中でね、うんまあ、分断されてるんだなっていうのは思った、うん、だからむしろその確かにそういうこういう世界があることを全く知らずに世の中に出ていこうとしている子どもや、うん、学生にはね、うん無理やり見せたいぐらいの気はしますよね、うん、ちょっと それがびっくり、その、うん、全くなかった、そういう人もいるっていうふうには思えないのかなと、うん、思えないってまあしょうがないですよ、それは彼らが悪いわけじゃない、うん、木村さんはどうでした、ご自分のその中学生時代振り返って。やっぱりありましたね、僕の時代も。僕の出身が群馬県、はい、ちょうど取った桐生市だったので、そうなんですか、はい、田舎だったのでどうしてもいましたね、そういう方は。貧しくてとかいう、とかいじめとかもやっぱりありました。私もあったんですよね、振り返ると小学校の時に。いやまあそう言っちゃうけど、我々の世代の時はもちろんあるんですよ。もちろんあるんですか。いやあるっていうのは、みんな同じはいはい、とこに行くわけじゃないですか、うんうんうん、もう小学校からだって一応が例えば東京 の、うん、23区なんかで言えば、うん、特に山手方面だと、うん、もうだって小学校6年生の9割以上が中学受験するわけですから、うんうんはいはい、もうでも中学受験する家庭が全て恵まれてるわけではないんですよね、今かなり無理をするんですよね、皆さん。まあまあそれもあるかもしれないけど、で結局学校よりも塾っていうことの方にウエイトが、うん、かかっていってしまうと、うんいうようなことの中ではね、うん、だからそのことをやっぱ気をつけていかなきゃいけないんで、うんうん、いや今実はこれまあ今日かな養老孟司さんが東京新聞で言ってらっしゃったけど、はい、コロナ後の世の中はどうなるのかっていう時にね、養老さんおっしゃる通りで、今までは都市部が何でもいいと思ってやってたけど、うん、そうじゃないっていうことが今度分かったんじゃないの、うん、だからこれからはみんなが分散して何でも東京一極集中みたいな、うんうんことじゃないんじゃないのと、その東京一極集中していった結果見えなくなっているものや見失ってしまっているものがすごくあるっていうことをね、今回考えていくとどうなんだと。学校でもそうですよ、島根県の学校なんかほとんど休んでないですから、それで東京の子は不利だとか言って騒いでる人がいるけど、日頃どれだけと島根県の人たちが不利な状態にあるかっていうことを考えたこともないでしょう、東京の親や子はっていうふうに言いたくもなりますよね。だからそれが相対的なものなんだっていうことが分かるっていうのは、つまり今までは絶対的に東京が圧倒的に良くって、桐生とかそういう田舎はダメみたいに言ってたのが、実は相対的なものだったんだっていうことがね、分かるとすれば、こういう経験をするっていうのも悪くないよなって思う部分はありますね。まあ、相対的っていうのはやはり他のところが視野に入ってないとできないわけですよね、うん、そこが、まあ、コロナっていうので、入ってきた。それからやっぱ映画もそういうね、
自分が普段こう見えないでもあるんだっていうね、そこを広げていく、ものすごく素晴らしいアートだなって私は思う。あれですよ、この映画はもともと東京でやるつもりもないし、うん、東京を舞台にする気もない、桐生のようなところをと思ってやってますけどね、シネコンでかかってる、こういうのをキラキラ青春映画って言うんですけれども、高校生が恋愛してなんとか、いろんな話がある、あれ全部都会の高校生の話なんですよ。もう笑っちゃうけど、ロケ地は東京じゃないのに東京の話に なっちゃってるぐらい、ロケ地っていうのはその都合でなかなか東京の学校は借りられないから田舎の学校借りてみたいなことを言うんだけど、東京であるか、どこでもないどこかみたい なんか架空のとこみたいなことになってしまってる。それほど私たちが今までもうそのもちろん私や、吉田さんより私の方がちょっと上だから、私の世代なんかはもう東京へ東京へって言って出て行って東京に憧れて出てきた時代はある。でその時に憧れる理由っていうのはそれなりにあったわけなんだけど、それがずっと続いてきた結果、その東京にいることの意味すら考えなくなってしまっている東京の人たちっていうのがいるっていうことなんだと思うんですよ。だから私は今となってみれば、自分が東京に憧れて東京じゃなきゃダメだと思って出てきた手前言いにくいけど、ちゃんと大人になって考えてみれば、そういうもんじゃないんだっていうことを落ち着いて考えることができるけど、それが当然東京にいるのを考える余地もなくこうでしょうみたいな話になってるもの、おじさんおばさんたち世代ですよね、あると思います、今もう木村さん世代はそんなに東京に対する憧れってないんじゃないですか。僕はそんなにないですね。いや多分ね、僕じゃなくて結構ね、私も学生連れて長野とかいろいろ他の大学との交流するんですけど、地方の大学の先生たちが割と幾度おっしゃるのが、東京 見に行かないんですよっていう、遊びにも行かないっていう。だから先生たちが、地方の先生たちがやっぱりちょっとやっぱりすごく相対化の意味でね、東京全然、状況違うんだからっていうことをわざわざね、バスあれして行かないと来ない、まだ ディズニーランドは行きますよ、だけれども街とかなんとかを見ないっていう方が大学が多くて、私実はびっくりしたのがこの数年なんですよね。だからそれは そうなんですけどね、一方でその役者になるんだったら東京に、行かなきゃダメだよとか、就活の時には東京に行かないと就活できないみたいな仕組みも作っちゃってるわけですね、それはそうですね、でもだけどそういう意味で言えば、今回テレワークとかオンライン授業みたいな話になると、もう大学入試も面接をオンラインでやるんだったら東京まで出てこなくてもいい、就活もオンラインでやるんだったら東京まで出てこなくてもいい、あるいは勤務地も東京である必要がないみたいなことになってくれればいいですよね。行くといいけどね、ただ某、医療何でしたっけ、ファーストリテイリングのように結局現地採用っていうのは実は条件がねものすごく悪かったりっていうね、そういうこともやっぱりこう巧妙に仕組まれてますよね。だから地方、自分の地元で就職したい仕事したいっていう人は結構私多いと思うんですけども、なかなかやっぱり、一旦東京に出てここで、採用されないとやっぱり現地採用だとランクが低いっていうようなねこともやっぱり多々あるみたいで、そういうところはもっともっと変わる可能性は、もちろん、ね、コロナで、ゼロじゃないなって私も期待している人いるんですけど、だから今の高校3年生ちょっともうあれの話では、地元大学志向がものすごく強くなりそうだっていうふうに言われたりもしてますよね、はい、そういう意味で何かその東京っていうものに触れないと一人前じゃない的な考え方、それは吉田さんさっきおっしゃった通り、東京って変なところがあるっていうところを見とく必要もあるよね、的な状態になるとね、それもそうなんですよね、おかしいじゃん、なんであんな毎日ぎゅうぎゅうの電車に乗って通わなきゃいけないの、これこんな風にしてこの人たち暮らしてるのっていうものを見るとかね、あとやっぱりどうしても消費地としての東京っていうのが、そこを知らないと仕事の中でも
をなかなかね、商品開発やなんかであのうまくいかないってことはあるみたいですよね。ありますよね、うん、どんなものが売れるとかわからないですよね。やっぱりどうしてもね、あのだから1都7県でしたっけ、1都7県でいいのかな、首都圏首都圏っていうね、あれ今3800万人ぐらいらしいんですよね、うん、だからそこがやっぱりものすごい消費地になってるわけだから、うんうん、やっぱりここも知らないとなかなか次のいろんなね、仕事にものアイデアが浮かばないっていうねことは、視野が狭くなってますよ、そういうことあるでしょうね、うん、まあ、だからこのでもね、本当にこのコロナのことに なる当然ずっと前からこの映画作ろうと思ってで作ってきて、でやることになったらこうなっちゃったっていう時にね、うん、この映画に出てくるような子どもたちにとってはいい変化になる部分もあるよねっていう、気持ちもしてくるわけで、要するにその今までのもう一生お前たちは浮かび上がれないよとか、一生お前たちはいい暮らしができるんだよ的な考え方っていうのが少しこう揺れ始めてる、で揺れる中でいい形の方に揺れていくっていうことがあればね、なんていうんですかね、と思いますけどね、まあそんなありますけど、何撮影中一番焦った話ってそういえば何だったんだっけ。話しても大丈夫なんですか。大丈夫撮影中一番焦ったのはロケ地、ちょうど川瀬さんが、はい、スナックでお金を払えなくなってしまって、陽一のお父さんですね、はい、怒られるっていうか殴られるシーンがあるんですよ、ヤクザに、ヤクザに、はい、そこで橋が実は許可を取ってなくて、しかもその橋というのが川にかかっている橋が私有地だったんですよ、まあ、川っていうかドブにかかってる、はいはい、そうですよね、はい、うん、そこで手すりも何も欄下もないってもう別ですよね、本当に、うん、だって長さこのテーブルぐらいですよ、うんうん、はいはい、そこでその住んでいる所有者の方に怒られてしまって、なんで撮影としてるのと、あ、そういう危うく撮影が中断してしまうところでした、はい、あれ夜でしょ、夜の撮影です、夜だし、あえてその一応ね、そこで罵声が飛ぶわけじゃないですか、 ね、それこそさっきの石じゃないけれどもね、そのあそこと違って住宅地なわけですよ、住宅地なんですよね、まあ、だからそこで、どうこうって、まあ、大体断りを近所の方には全部ご挨拶に行ってんだけど、そこだけ出てくださらなかった、はい、ずっと留守でした、留守っていうか、どうもどうもって言ったらいらっしゃったみたいなんだけど、一人暮らし の女性 の、うん、ね、おばあちゃん で、うん、それでそこへね、知らない人がベルを押しに来たら普通出ませんよね、うんうん、でそういうのがあって、うん、でもなんかそれを救ったのは彼の大演説だったという、そういうことはないですもん、監督と上村さん、助手の方と僕で3人でも平謝りをして、いろいろとご迷惑をおかけしたので、本当にやっぱり怖いじゃないですか、全く知らないのに家の近くで騒ぎがあったりとかで、すごい怒られてしまって、普段は多分静かなところでしょうからね、そうすごく静かなので、そこで3人で少し謝罪をして、映画の話をして、で15分だけ時間をいただいて、そこですぐに撮影をしました。いやいや、まあそういうね、やっぱり大きな映画だともっと時間をかけて、いろんなご挨拶なんかできるんだけどみたいなことも、これロケのほとんどロケですよね、そこでの、そうですね、はい、どのくらい時間かかったんですか、ロケ期間っていうのは。ロケ期間が20日くらいで、あ、20日ってそのいたのが20日くらいだけど、撮影したのは10日間、うん、だから撮影すると毎日お金がかかっちゃうから、その準備とかはね、はい、少人数で行ってやっていくからあれなんで、まあ監督とかはもう桐生にずっと長いこと言いましたけど、まあ俳優さんたちはもうそこに来てさってやって、もう10日間で10日間やってましたことなんでね、まあだから彼のふるさとだったんで、実は
あれ監督のふるさとでもあるんですよね。いやまあ監督はちょっとご縁がある親戚がいるっていうところなんですけど、こっちはだってもう親もみんな住んでる、親兄弟おばあちゃんまで住んでるわけなんでね、あれですよ、終わってあそこの桐生でやっぱりお礼のために桐生で上映したんですよ、うんうん、そしたらおばあちゃんとお母さんと妹さんとね、はい、見に来てくれてね、見てそれで終わったらねおばあちゃんにどって挨拶、私挨拶したりね、はい、彼のおばあちゃんに、はい、あのねもうちょっとたくさん出してください、恥ずかしいんですけど叱られちゃってね、おばあちゃんに叱られたの私がね、私がさんがね、なんでああいやもうこの次はたくさん出てもらえるようにお願いしますから、人どこかどこに出るんだろうってきっとですその後お母さんと妹でおばあちゃんちょっとやめて恥ずかしいからって話をしてていやいやでもおばあちゃんはねやっぱ孫が出るっていうね、だからやっぱそういうね、でもだから彼なんかは毎日家から自転車で通ってきてくれて、一人分これで宿代が浮くわと思って、こっちももう本当に貧しいから思ったりするようなね、吸ったもんだの中で、やってきてますし、うん、まあだからその裏話というようなことになればね、うん、彼がいろいろ秘密を握ってるんだと思うんですよ、うん、交通事故もあったし、うん、もう初日から交通事故が誰がですか。いやいや、まあ、交通事故ってあの壁にちょっとぶつけるようなやつですから、その人をどうこうじゃない、はいはいはい、壁にぶつけたり竹やぶがあったの、うん、そのドッキリですよね、でも、はい、パンクしたりと、ロケの車が、ロケの車で、陽一のお父さんの車ですか。ロケの車で、ロケの車なんですけどね、いやもうそれも本当にそれこそ大事故なんか起こったらね、うん、もうその予算が少ないところの話じゃなくて全部ぶっ飛んじゃうわけですよで東京から役者さん来てもらうのもね、うん、有名な役者さんはもうこうやって来るけど、そうでないちょい役の人たちはこれで運んでくる、うん、それを片島っていう現場のプロデューサーが、うん、もうほとんど寝てないんでこうするから、うん、ずっと東京から高速行くときに寝てるんですって、寝ながら運転して、で乗ってる役者たちはもう気が気じゃなくて、ね、起きてくださいよって一生懸命いかに起こすかっていうことを考えてやってて怖かったみたいなね、まあちょっとこれは笑い話にもならない、うん、そういう状況でもよかったですね、無事にね、まあまあそういうもうそういう状況でやることに慣れてる人たちだから、まあまあその話はみんな盛るからちょっとうとうとってしたぐらいのことがそうなってはいるんだろうけどね、まあ撮影現場っていうのがその貧しさゆえのエピソードもいろいろあって、あれです、木村たちに悪いけど、うん、子役たちにはちょっとおいしいもの食べに連れて行ってもらえないですか。初耳なんで。初耳。初耳ですもん。やっぱり子供たちの本音を聞きながらやっていかない。それこそ吉田さんおっしゃったように、あの子たちも現役の中高生だから、中に抱え込んでったらまずいからね。ね、今日もこれつらいつらいつらいって思ってて、それも表現できなくて。やってるんじゃあれだから、うん、まあちょっとリラックスしたところでどうだったのって、うん、で夜とかみんな子供たちは子供たちで同じ部屋で、うん、男の子だけはね、うん、みんなでなんていうか夜どんなことしてんのとか、うん、みたいなのを聞いて、うん、ご様子を聞きながらね、うん、やっていくみたいなことをしてたんでね、うん、まあなんていうかやっぱり結局はね、そのこれだけこういう小さな映画っていうのはやっぱり人間が作ってるんだっていうことが、うん、出てくるんですよね、うんうん、あれです、まだこれ言っちゃまずいのかもしれないけど、有森さん、有森の有美さんがこれだけ来て舞台で上がってくださって、はい、でその後有森さんといろいろ交渉してたら、私もなんかこう貧困の子どもたちのためにやりたいと思うんだけど、うん、ちょっと寺木さん本当真面目だから、真面目に言うから、うん、なんか私ができることがあったら言ってくださいみたいなことを言って、いっぱいこういう映画に出たことで、うん、なんか自分もやろうかとかね、うん、思ってくれるとかね、うん、からそういうふうにやっぱり人間そのが変わっていく、うん、出演した子たちもやっぱりこの映画やった時は辛かったけど、うん、やっぱり出てよかったっていうふうにみんな、うん、言ってくれる、うん、やっぱりそこがやっぱり一番の、まあ本当にこんな過酷な条件の中で映画作りをしていくこともあるかもしれない、うん、
まあ、もちろんだからその俺たち苦労したんだから見ろよとかそういう気はないんだけどそういう気はないんだけれども、うん、まあ、そうやってみんながでもこの映画を世に出すためにやろうと思ったものとして、見てもらいたい、あ、まあこういう漫画が流行ったからこれをちょっと映画にして一丁上がりみたいなことで作ってる、うんうん、メジャーの映画とはちょっと私たちは違うつもりでやってるんだよっていうのはあるんですね、うん、今有森さんのお母さん役ですよね、はい、出たのでちょっと一言だけすごくお母さん役の お母さんに対して多分女性は結構、こうラブ&ヘイトが、ね、ある生まれるんじゃないかなって、つまりこれは雪乃役の鎌滝さんも言ってましたけれども、はい、やっぱすごく分かるしイライラするしっていうね、だから多分あそこまでのこう女性像っていうのを、出してくれたのはなんか久しぶりだなっていう気がするんですよね、うん、だから女性たちに私は見てもらいたいなっていう気がすごくします。そうですね、うん、確かにいろいろお客さんたちと見終わった後お話したりしますけど、女性の方が、うん、やっぱ年配の女性の方が、うん、普通だったらちょっと目を背けたくなる度合いは、うん、男性よりも、うん、目を背けたくなるね、うん、暴力だって男性は許容できても、うん、女性はもうそのガラスの割れる音だけでも聞きたくないわみたいなところは、うん、まあ、ありますよね、はい、それはもう当然の差としてね、はい、男社会の暴力性っていうのを考えていけばね、うんうん、それでも女性の観客の方が大勢見て、しかも何度も見に来てくださる方もいて、もう二度と見たくないってなってもおかしくないのに、もう一回見たかったのよって言って来てくださったりするっていうところはね、まあそういう単なる暴力とか単なるそういうことを出してる映画ではないんだっていうことの証拠なんではないかと思いますけどね、まあ、そういう意味でこの映画はやっぱりこう人間とか人生っていうものについて考えてもらえる映画ではある。それはそんなもん考えたくないから映画館に来てるんだよっていう人もいるわけで、それはそれで全然構わない。まあここのシリーズで映画を見ようっていうことを訴えていきたいっていう、まあ、それはだから何にも考えずに見たいっていう方はもうご覧になるだろうから、それはいいんで、普通あんまり映画を見ない、つまりそっち映画ってもうなんかそこで戦争があって怪獣が出てみたいな話じゃないのと、考えさせるようなものなんかないんじゃないのと言って映画館から遠ざかってる方々にね、つまりそういう映画をやってるのが最初の話に戻りますけど、ミニシアターというところになるので、まあ今後またこの機会に、まあ、今日は自分の映画を紹介するみたいなことになりましたけれども、うん、これから紹介していく映画っていうのはやっぱり大なり小なり何かを考えてもらう、うん、で一体これでよかったのかっていうことを考えてもらうものにしていきたいと思っていますんでね、はい、で寺脇健の映画を見ようですね、映画を見よう、はい、映画を語ろうですけどね、はい、まあ、どうしても吉田さんと私だとくっつきすぎている、くっつきって、ね、年代的にくっつきすぎているからこういう若い何も知らない人を入れていくという違う視点でね見てもらうっていう、うん、というので本当に子どもたちよろしくさっき申し上げたように6月14日まで、渋谷のユーロスペースでやりますけれども、実はもう地方でも上映がどんどん再開されて、コロナの前にやって緊急事態宣言前に上映した映画館がもう一回やりたいみたいな話も出てきたり、から同じ大阪とか京都でも別の劇場でやりましょうみたいな、うん、東京もこれから渋谷では一旦これで終わりますけれども、東京都内にはまだミニシアターがいくつもありますので、そこでなんか3玉でもっとやれよみたいな話も来てるもんですからですね、そういうことも含めてやっていきたいと思ってますので、まあ、ご覧の皆さんは東京の方ばっかりではないので、これからずっと私も今週は大分県にこれから日曜日行くんですけど、各地
東京の人来るなって言われるところでなければ、つまりそれは今それこそ東京の人こそ差別されて来ないでくれって言われてる、確かにそういうわけですけどね、はい、ありますね。まあ、各地を回らせていただくつもりで、また広島とか札幌とか沖縄とか行かせていただくことになってるんで、ご近所の映画館で、子どもたちをよろしくっていうのがどうも合ってるよっていうことになったら、ちょっと見に来ていただきたいと思いますし、私もできるだけその劇場に行きたいと思ってます。まあ、そういう意味で映画っていうのはただ見て終わりっていうことじゃなしに、作り手との対話、それから見た者同士の対話みたいなのができていくと、本当に深まりが見られると思う。楽しいですよね。はい、はい、ということで、木村君はこれからまた映画について深く学ぶ、もう一回学生になった気分で、はい、しっかりと勉強していきます。どうも本当に今日はありがとうございました。